警視庁生き物係は、大倉隆弘による日本のミステリー小説シリーズ。警視庁生き物係に所属する、窓際警部補、須藤雄三と、動物大好き新米巡査、薄木稽古のコンビが、動物の生態をもとに、事件解決に奔走するミステリーで、動物シリーズ、警視庁総務武道植物管理係シリーズとも、呼ばれる。 2017年7月9日から9月10日まで、富士テレビ系で、テレビドラマ化された。捜査一家で、鬼の須藤と恐れられた敏腕刑事の須藤雄三は、ある事件で銃弾を頭部にくらい負傷し、総務課、動植物管理係に配属となった。そこは、逮捕、拘留された容疑者のペットを、一定期間、保護、世話をする、通称警視庁生き物係だった。 本シリーズは、大倉の作品、福家警部補の挨拶初集、愛情のシナリオに登場するペットショップ二宮の店員、岩沢ゆかりが着想のきっかけとなった。岩沢は、殺人事件のことよりも事件に巻き込まれた文鳥を心配するキャラクターで、そこから、大倉は、人間より動物を優先するキャラクターが、動物絡みの事件を捜査するというアイデアを、思いついた。 警視庁生き物係は大倉が創作した架空の部署である。なお、現実の警視庁総務部には、総務課は存在しておらず、本所での総務課も、動物管理係以外に、仕事のないの、これ以上かがない官職と設定されている。シリーズ2作目と3作目は、単行本には、警視庁総務部動植物管理係、文庫本には、警視庁生き物係という副題が付けられている。 テレビドラマ化発表後に刊行されたシリーズ4作目から単行本の副題も警視庁生き物係に統一された。2017年7月9日から9月10日まで毎週日曜21時から21時54分に富士テレビ系日曜21時枠ドラマで放送された。主演は渡辺敦郎。なお、本番組をもって日曜21時ドラマ枠は廃枠される。 ゲスト、ありがとうございます。